今日はたびたびブログとかで出てくる、グリップバーテープのチャーシュー巻きというのをやりたいと思います。たびたびブログで出てきたんですが、細かなやり方とかはブログで書きにくいので、今日はそれを流れで説明したいと思います。下地につけるのは ESI のグリップが調子がいいです。コットンバーテープを巻きます。ちょびっとだけ引っ張りながら同じ分を重ねて巻いていきます。最後は斜めに切って終わりにしますが、ハサミで切りづらいので裏に剥離紙を貼った状態だと切りやすいです。こんな感じで下地が完成です。次に飾りテープ、こう違う色を選ぶとニスを塗った後も色が変わって可愛いです。もしくは僕のは同系色、同じ色にしたかったので同じテープを重ねてあります。これはお好みです。今回はこのえぐいグリーンにこの薄ピンクを重ねます。ニスを塗るとこっちはオリーブ色っぽくなるし、こっちは茶色、オレンジ茶色みたいになるので、この段階で派手でもそんなに気にしなくても大丈夫です。手のひらが乗っかる上の部分、厚みを出したいところにくっつけます。ここでジャストで切っちゃってもいいですし、端っこを折って飾りのピロピロにしてもかっこいいです。次に糸を巻きます。ヘンプ糸でもいいですし、これセール糸、ヨットとかに使われる強い糸、どっちでも大丈夫です。今回はこの強いセール糸を使います。チャーシュー巻きに使うときはだいたい 2.5 メーターぐらい使います。その半分ぐらい。はじめに人差し指1本分ぐらいのところに折り目をつけて L 字にします。でこの L 字の角っちょがスタート地点になります。角っちょを押さえながら1周目を巻きます。この時スタート地点の角っちょを踏んづけて巻きます。もう一周。2周目は少し引っ張りながらまたスタートの角っちょを踏んづけます。もっと引っ張って3周目。この時に2周目に3周目がピタッとくっついて隙間ができないようにするとかっこいいです。3周目。3周目まで巻いたら、
下から斜めに巻き進んでいきます。ここからは糸が ESI のグリップに食い込んで、グリップがポコポコした方がかっこいいので、結構引っ張りながら巻きます。ここと平行に端を決めます。もう一周、もう一周、で巻き戻ります。その時にグリップの下側でバツができるように、上に来たら上の中心でバツができるように、今度は下です。下の真ん中でバツができるように、でまた上の真ん中でバツができるように、最初のこのヒゲの部分を輪っかにしてループにして、それを踏んづけるように戻ってきたところを踏みつけます。また巻いて踏みつけます。もう一回巻いて踏みつけます。で最後にこの作ったループの中に糸を通します。でこっちから出たここを引っ張ると、この帯の中に糸の端が隠れていきます。ギュギュッと引っ張ります。ここでカットすると結び目が全く外側に出ない感じです。最後の工程、ニスを取ります。セラックニス、アンバーというちょっと色のついたニスを使っています。で、さっきも言ったけど、多少派手なバーテープもニスの色が重なると、リベンデリやサーリーに馴染むいい色に変わってくれるので、ちょっと薄い色とか派手な色を選んでも大丈夫です。塗ります。本来ならブレーキレバーやシフトレバーがついてると思うんですけど、その場合はマスキングテープなどで、パーツを養生しておくと調子がいいです。僕はちょっとパーツにニスがつくぐらいが好きなので、あんま几帳面にマスキングはしないです。自分のバイクはチャーシューみたいだからチャーシュー巻きです。1回目のニスはこう染み込んじゃって乾くとガサガサになります。今は乾いてないからツヤツヤしてますが、こうガサガサになります。何回か重ねていくと飴色というかニスの色になりますが、とりあえず1回塗ってこんな感じです。
は2回か3回重ねて塗るのは僕が好きです。ニスを塗ると色が変わるだけじゃなくて水に強くなったり臭くなりにくかったり、巻いたヘンプ糸やセール糸がほどけにくかったり、レザーサドルみたいに使っていくとどんどん味が出てかっこよくなっていくのでおすすめです。乾いたら完成です。こんな感じです。